赤松健です。2014年の6月からアメリカに留学することが決まりました。6月からはデンバー大学付属語学学校に通うことになり、半年間、もしくは1年間語学学校に通い、2年目からデンバー大学に入学する予定です。語学学校に通っている間は、大学のサッカー部に所属することはできません。運が河くデンバー市内にあるコロラドラッシュというクラブチームからオファーがあり、 語学学校に通っている間はクラブチームに所属することができます。2014年の1月にアメリカに渡り、さまざまな大学でトライアウトした結果、いろんな大学からオファーが来ました。デンバー大学以外の大学なら、1年目から大学サッカー部に所属し、プレーすることはできますが、僕は1年間語学学校に通うことにしました。 僕がデンバー大学にこだわる理由はいくつかありますサッカーのレベル、学習面そししてて街の雰囲気気がとても気に入りましたサッカー面ではデンバー大学のプレースタイルはディビジョン1ではあまり見られないパスサッカーというところに惹かれました学習面でもデンバー大学は全米でトップクラスだと言われています3月に大学見学をさせていただいたときに街の雰囲気はすごくよくアメリカで一番住みたい場所と言われていることが納得できました 語学学校に入学できたことは本当に嬉しいことですが、やはり1年目からプレーできないのは少し残念です。自分にもっと英語力があれば、高校時代にもっと勉強したら良かったと毎日思います。ですがこれから前向きに考えていくことにしました。まずは語学学校でしっかり基礎を学び、デンバー大学に入学したときに授業で困らないためにも英語力を強化したいと思います。 デンバー大学の素晴らしい環境でサッカーをしたいので、今以上に勉強して、アメリカで活躍していきたいと思っています。